城天守閣が復元された年、掛川に人力車が生まれました。人力車掛川組、杉山茂さん、62歳です。杉山さんの一日は掃除から始まります。今年4月から掛川まちづくり株式会社の非常勤職員として働き始めました。最初はクモの巣ですか？そうそう、クモの巣を払い、水垢や手垢などの汚れを落とし、設置してある看板のチェックや不審者不審物がないか見回りをしていきます。長引く不況の中、こうして働けることがありがたいと杉山さんは言います。平成6年の開業から18年、掛川市の観光を支えてきた一人でもあります。やっぱり自分の力で自分だけしかできないことだから、こういうのも面白そうだなというきっかけで。ピカピカに手入れされた人力車はいつでも準備万端。予約が入り、さあ人力車掛川組の出番です。人力車の心地いい揺れと少し高い支点が城下町掛川の魅力を引き立てます。今までで一番たくさんのお客様は40名の団体さんでした。一度に2人しか乗れないため全部で20回、16回目あたりでもう無理かなと思った時、今日は人力車を楽しみに来ましたと言われ、最後まで頑張れましたと杉山さんは振り返ります。人力車の仕事をしてよかったと思える瞬間でもあります。どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。手作りのお土産もいただきました。杉山さんはお客様からの手紙や写真、新聞記事を今も大切に保管しています。これからのなんか目標とか、これからこんなことをしていきたいなとかってどうですか？私がね、できて、この人力車をつないで、ついでくれるとね、嬉しいです。そして、やっぱりね、この、もっと反映していくような方法をね、人力車を使ってね、やっていけば嬉しいなと思います。身長160センチ、体重55キロ。決して大柄ではない杉山さんの人力車は、今日も力強く走ります。